行くぞ。ジョーカー、気を抜いてはいけない。何してくるかわからんぞ。くらえ。シリア。ジョーカー、行け。しっかりしろ。貴様、ガキどもめ。スカ
は何じ。仕留める。塗りつぶされてるぞ。このままじゃ危険じゃないか。よし。やべえ、うらぶっこめ。パザベルソナ、防御力が下がってる。いっスカル、ベルソナ防御力が落ちてる。覚悟の時間だ。パザ防御力が下がってる。来い。感謝する。サンキュー。スカル、防御力が落ちてる。くらえ。まだ雨が出たぞ。私は大化マダラミさ。の。やだ。いただいていく。有効な攻撃はあるが、弱点も探さないとな。やれ、やってやろう。バトンタッチでさらに進んだ。彼はもう一人の俺だ。でも、もういいぞ、ボクセ。バトンタッチ、俺の出番だ。蹴散らせ、俺も弱点に直撃。ボックスその調子だ。許さん。何も大人を怒らせたな。許さないかね。貴様ら許さん。風に翻弄くらえ。相手も許さんぞ。相手も許さんぞ。いなりガキめが。貴様。スカン大丈夫か。体力に注意だ。そこか。おお、ジョーカーのクイーン。よし、バトンタッチでさらに次か。貴様。まだ終わらないぞ。ベルソナ
させてくれ。バトンパンチだ。行くぞ。俺も。任せて。妖怪にやったから。戦略がハマったな。ジョーカー、やっちゃおう。やばい、動けない。バーサーガーの傷、このままじゃ動けない。これを向こうだと。貴様ら許さん。バーサー、しっかりするんだ。貴様ら許さん。みんな、体力に気をつけてな。くらえ。おお、ジョーカーがクイーン。よろしく。よし、選手交代だ。バトンパンチ、さらに追撃だ。キャプテンキッド。任せた。初めにバトンパンチ。ペルソナ。踊れ。そいつとはすでにバトンタッチ済みだぞ。任せて。やめてよ。ガチだかんね。これで。さまら許さん。やるなフォックス。彼はもう一人の俺だ。お、いいぞ、特定。ヘルソナ。ヘルソナ。レモン。お、いいぞ、特定。彼はもう一人の俺だ。お、いいぞ、特定。任せるぜ。ダリメニパッチ。黙れ。ペルソナ。いけ。行くぞ。おい。なん。探索。ペルソナ。来い。いただいていく。おお、ジョ
かっこいい。よろしく。まだ終わらないぞ。よし、レベルアップ。我が輩にふさわしいスキルだ。この技、早く使いたいものだな。真の芸術など誰も望まんのだ。欲しいのは分かりやすいブランドだけ。わしだって被害者なんだよ。そうだろう。言い訳かよ。美術界は所詮金の世界。金なしではのし上がれない。なあユウスケ、お前ならわかるだろう。金のない画家は惨めだぞ。もう戻りたくなかっただけなんだよ。外道が芸術の世界を語るな。お前はもう終わりだ、このおぞましい世界と共にな。助けてくれ。命だけは、命だけは。現実の自分に帰って、これまでの罪を告白しろ。すべてだ。こ、
殺さんのか。約束しろ。わかった、わかったから。あやつは来ないのか、あの黒い仮面の。うん、黒い仮面、誰？まさかパレスに我が輩たち以外の侵入者がいたってのか。ダメだ、急げ。乗れ。なあユースケ、わしはどうしたら。なあ、優秀のビクラへ、せめて自分の作品で飾れ。ユースケ。おい待ってくれ。なあユースケ、ユースケ。目的地が消去されました。不審に思われても面倒だ。早めにここから離れよう。ユースケ行くぞ。ああ、さようなら先生。作戦は一応成功か。あとは改心が起こるかだな。つか逃げーし、なんでブラック？さゆり、母さんとかってこんな場所で泣き出すんじゃねえぞ。まだらめの歪んだ欲望の正体がこの絵だったなんてな。これを描いた母さんが知る由もないのがせめてもの救いだ。アトリエにある本当の本物は塗りつぶされちまってるわけだもんな。皮肉だが、今やこっちが真実の自画像ってわけだ。すっごくいい絵だね。それに時間はかかっちゃったけど、ちゃんとユースケに届いた。感謝している。だけど今さらこの絵が認められることは世間的にもありえない。そうだな、母の思いを継いでこれまで以上に自分を磨かなければな。これが母さん。顔なんてはっきりとは覚えてないはずなんだが、この絵を見た時の衝動、間違いじゃなかった。ゲープやめろっつーの。品性がないぜ龍二は。つか、これからどうすんだ。俺らはこれからも大物狙ってくけど。なぜそんなこと。クソみてえな大人とか社会、それを見返すためだ。大人の身勝手に苦しんでいる奴らをさ、勇気づけてもやりてえし。勇気か、与えてどうする。抗う勇気ってことだろ。それがあれば幸せになるのか。まあな、全員がいい結果になるかは分かんねえよ。けどやってみなくちゃ分かんねえ。己次第ということか。なら今の俺と同じだな。俺も大人の身勝手に苦しんだ一人だ。それにパレスとやらの探索をすれば着想の幅が広がるかもしれない。ほんと絵のことばっかだな。すげえよお前。美しくない計画には乗らないぞ。大丈夫、私がいるし。それにターゲットは必ず全会一致で選ぶのが決まりだから。どうだジョーカー、ユースケがいれば予告状もハッタリが効いたのになるぜ。期待には応えてみせる。しかし気になるな、我が輩たち以外の侵入者か。
黒い仮面ってだけじゃ個人とも限んないよね。けどもう確かめらんねえよな。パレスなくなっちまったし。マダラメを探ってみよう。何かわかるかもしれん。平気？その何かあれば連絡する。じゃあみんなと連絡先交換しといた方がいいよね。画家と怪盗の二足のわらじか。一度きりの人生だ。それもいいだろう。しかし侵入者の件は少し気になるな。2人目の大物もやって、しかも新しい戦力まで。いやあ、順調順調。我が輩たちの天下も近いか。それにしてもお前持ってるよな。5人目のペルソナ使いだぜ。戦術の幅もだいぶ広がる。それに怪盗に神秘眼は欠かせない。その点ユウスケは本物だ。芸術家なんてそうはいない逸材だぜ。まあちょっと変わってるけど。芸術家か。人の頼んだぞ。